ファイナルファンタジー7リメイク、前回の続きからプレイしていきましょう。ちょっと、ジェシー、置いてくなよ。確かにセーブで立ち止まったけどさ。あ、お前、遅くて助かった。この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。コツ？これかい？さすが！え、コツは？クラウドさん。ですよね。ごめんね。そっち行く行く。こうやって見ると綺麗なんだけどな。七番街の社宅地区。うちの親、神羅の人間なの。そうなんだ。私、マコールのおかげで大きくなったんだよね。でも反旗を翻すようになったというか、そのきっかけって何なんだろうな。全然違うとこ行ってるけど、普通に公園か。あ、バスケじゃん。へえ。あ、これ蹴れる、蹴れるけど、蹴れるだけか。持てないか、さすがに。てか全然違うとこ行けんじゃんこれ。社宅っつって普通に一軒家みたいな。ん？新羅兵募集。俺の何倍も給料もらってんだろうな。そらそうだろう。でも給料なんかよりも星を救うっていうことがやりたいことなんでしょ。見て、たまーにしか帰ってこない娘のために。どこ？いつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな、ミッドガルスペシャル。ジェシーのおふくろさん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよ。めっちゃいい人じゃん。よく食べる人とお客が大好きだから。へえ。じゃあお前は両方満たしてんだな。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いします。え、俺一人で行くの？とりあえず家の裏手で待ってて。あ、違うよね、さすがにね。ああ、分かった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。おふくろさんも見せて。お、じゃあ俺もいただこうかな。冷たいね。分かったよ、持ってるよ。待ってりゃいいんだろ。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。でけえ猫、ね、だ。あいつは明かりがついたらそれが合図。野良猫もなんか金持ちそうな猫だな。行くか。なんだっけな、最後の最後にいたやつの、なんかふわっとしたやつの猫の種類なんだっけ、覚えてねえな。こんだけガシャガシャ言ってたらダメでしょ、バレるよ。どこ？こっから？ここか。裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。普通の家だな。こっち玄関として使ってんじゃないの、カバンとかあるし。違うか、これ物置か。単純にの大丈夫。ビクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は立てても大丈夫。本当に？パ
パがいるけど気にしないで。寝てるけど気にしないね。えパパの ID カードを探してほしいの。部屋のどこかにあるはずなんだけど自分ではやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。俺も心が痛むんだけど。ん？これは？手紙かな？手紙？まあ見るよ。パパ、ママ、今までずっと連絡できなくてごめんなさい。私は今、ゴールドソーサーにいます。女優になる夢をついに叶えたの。たくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママを招待できます。主演ジェシー、主演女優。それがなんか親鸞のせいで立たれたとかそういうことか。これジェシー、ジェシーか？ん？何があったんだろうな。めちゃくちゃ掘り下げてくんな、ジェシー。リメイク。魔鋼炉の整備担当だったんだ、うちのパパ。だった？うん、なんでこの状態になってんだろう。これか。借りるぞ。魔鋼中毒になったとかそういうことか。そういう人が多分いっぱいいるんだろうな。こんなことをしてる場合じゃない。何、何が？見たいんだけど。早く出よう。え、ああ、先にいろいろ調べておくべきだった。早く出ないと誰か来るよね。誰かっていうか、もう一枚おかわりっす。いいなあ。あんな得体の知れんやつが来ても迎えてくれるんだもんな。見れないか。で、どうせ、あ、ここで待てばいいのか。任務完了。今は舞台に上がってないんでしょ？それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも、裏方さんなんでしょ？もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ。私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。かわいいね。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。でもこんな入管履歴とか見られたら疑われんじゃないの？これでいいか。ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ、行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。じゃあ俺らピザ食いに来ただけかよただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。陽動。陽動だなそれそれ、さすがソルジャー。俺もソルジャーだった。え、
じゃあ今度は神羅の人たちとピザを食べるっすか。食った分動けってことだよ。吐いちゃうぞ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。大変そうだね。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか。ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。よし、イフリートを使ういい機会だ。陽動舞台も行きますか。行きましょう。ジェシーの親父さん、いたろ。そうね。魔鋼中毒ってやつ。やっぱりか。ジェシーがゴールドソーサーのショーで。ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞くよ。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で、努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっち、あの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って、今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか。星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。でも魔鋼を止めたからって別に魔鋼中毒が治るわけでもないんじゃないのかな。魔鋼の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。あ、ジェシーの言ってた空き地。本当仲良くなったな。作戦が終わったらここに集合っす。ここが集合場所？慎重に。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。おかしいよな。ええって。どうやら先客がいるらしい。ジェシーじゃないよな。ジェシーじゃないっすよね、これ。めっちゃ同じ考えにどんどん至っていく。確かめよう。先客か。まあ都合がいいといえばいいんだけど。あっちが広場、奥が倉庫。こっちっすか。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。訓練所って書いてあるけど、ここでいいのかな。訓練所かい。ん、これ何。え、はい、ちょっとやってみようかな。遠慮しない。おっ、これマジ、あれ召喚銃ってやば。ちょ強えんだけど。そうだ、ここまでだ。これ全部溜まったら使えるとかそういうことではないのか。ほら、やった。よっしょ、ケイ。当然の結果だ。訓練ボーナス。もう一回できたりとかしないか。あれ、イフリートどうやって使うんだ。なんか書いてる？
書いてんのかな。イフリートが召喚できる召喚獣の確認にステータスアップ。これどうやって使うんだろう。チュートリアルで出るかな。わからんな。何なんだろう。特殊な条件があったりとかすんのかな。よし、ハイポ、オッケー。ポーションは今いっぱいあるんだけどね。ハイポが、ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。そんなこと言うなよ。仲間すからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものは、そこの自販機で。神羅に金落とすのか。壊しゃいいじゃん、もうこんな。あっちに訓練所があるみたいだな。バトルしたけりゃ行ってみな。バトルはしてきたけど、アイテム。まあちょっと安い。この辺も買っとくか。これ武器も売ってんの？武器も売ってるんだな。回避切り、まあ全部持ってるか。オッケー。緊張してる。じゃあ一休みしよう。あ、これであれか、全回復か。完全に意味なく休もうとしてたんだけど。オッケー、大丈夫よ。あんた確か召喚マテリア持ってたよな。うん、もらった。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。っていうかなんで知ってんの。準備できたよ。ああ、よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。召喚マテリアの使い方は。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ、うん、俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に残って、そこから援護をしていく。このシーンか。お待たせ。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ。しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になってその時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。めちゃくちゃ綺麗な空だな。これ壁紙にしたいな。今も星なんだけどね、ダークアーサンブラックのやつ。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。
こいつ話聞いてるみたいな顔してるけど。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。行くか。すなんか普通にボス戦とか始まりそうな感じがするからここで切ろうか。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴、あれどこ行った？ウェッチご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。